トレジャーは予約がいっぱいで忙しい。彼らはちょうどインドネシアとタイの2つの異なる国で連続イベントマンディリカルナバル2024とニットプランナーオープニングマスターズ2024に出演したばかりだ。移動と公演が一部の人々に負担をかけているようで、ジェヒョクの映像が出回って懸念を呼んでいる。バンコクで開催されたニットプランナーオープニングマスターズ2024でファンが撮影した動画が、X、旧 Twitter、と TikTok で拡散され、執筆時点で、それぞれ 280.8kg と 864.9kg の視聴回数を記録した。ジェヒョクはステージに横たわり、震えながら激しく呼吸している姿で登場。彼は水のボトルをつかみ、芋洗い飲んでから吐き出した。ジェヒョクが疲れ切った様子の動画にファンは不安を募らせている。ファンは彼が大丈夫かどうか心配しており、トレジャーのメンバーが早く休むことを願っている。バンコク公演の映像には、ジェヒョクが全力を尽くす姿が映っている。彼はベストを尽くす献身的なアイドルだ。ジェヒョクと他のメンバーがきちんと休めることを願う。